人生版タイガーファンディング志願者募集中、詳しくは概要欄から。はい、皆さんこんばんは。10時になりました。おっと、あ、10時ですね。はい、10時でした。今週も、土曜日の10時にまた、このインスタライブでお会いします。今日はですね、先週いただいた、ジェラピケのパジャマ着ております。ちょっと暖かいから脱いじゃうかな。さあ、お一人ではないんですね。JJ 君は今ちょっと食事に出かけておりまして、帰ってくると思いますので、後でよろしくお願いします。そして、ジャガさんは今、隣におりますので、向かい側ですね。隣じゃねえよ、向かいだよって、まあそうですね。いますので、出てくれると思いますので、よろしくお願いします。今日もですね、朝日の糖質ゼロを飲みながらお送りしたいと思います。ビスコは食べないですね。ビスコないですね、最近ね。ビスコ買っておりません。もうそろそろ食べようかな。わ、鋭い。たくままさん、先生、風邪ですか？鋭いね。今日もですね、今週あった出来事を中心にお話しできればと思います。実はね、昨日から調子悪くて寝てたんですね、今日ね。一日お休みいただきまして、家で寝ておりました。鼻声ですかね？あ、そうですね。もともとなんですけどね。寝てたんですけど、まだ本調子に戻らないと。でも、インスタライブは頑張ってやろうと思って今やっております。やっぱりこれね、よっぽどのことないと、中止できないですね。もうこうなりますと、よっぽどのことがない限りは必ずやるということになります。ああ、すごいね。オットーさん亡くなられましたね。よくご存知ですね。そうなんですよね。僕も連絡いただきまして、今日実はクリームソーダのね、誠一郎さんの会もクリームソーダを退職されたってことでね、有志の集まりがあったんですけど、本当に断腸の思いですけど、僕が行って皆さんに移したら困るから、もう泣く泣く今日は参加しませんでした。そうね、ジャガさん出てくれませんか？いや、近くに寄りたくない。なんだよ、じゃあ一人でやって、僕じゃあこっちでやるから、僕読むから。どうですか？一人では言うだよ。切れてないだろ。3つも取ってます。こんばんは。もう全然いないからね。木下一人だとかわいそうだから最初から出ちゃいましたけど。いやー、今スシローの醤油事件ちょっと言った方がいいね、これね。いや、ちゃんと説明がめんどくさい。あるあるだよね。あるあるかな。なんでないんだよ、醤油足りねえじゃねえか、すごい怒ってましたね、さっきね。そんなに怒ってめっちゃ怒ってましたね。あんたがなんでないのって、使わないのに醤油。そしたらジャガさん、なんでないんだよ、これ入れ忘れたのか、なんか言って、そう、わさびばっかりやりやがってとか言って、なんと椅子に落としてたでしょ、落としてた。今今日ね、ほんまに、まあよくあるあるだね。お寿司屋さんからこう、はいはい、頼んだんですよ、ウーバーね、ウーバー頼んだんです。そんで、スシローからね、まあスシローってあまりもう言っちゃったからあれだけど、ネタが良くないね。そんなことは美味しいと思うよ。生魚ばかりだからダメだった。いや、でもね、でも JJ もスシローは現地で食べたら美味しいって言ってたね、さっきね。だってさ、美味しいけどな、イクラがあったのはイクラ好きだからいいんだけど、はい、それが全部魚じゃん。はい、魚、マグロしか食べれないのに、はい、他のなんかタイだの、なんだの、エビとか、ね、ハマチとかエビとか、はいはい、エビもボイルと生と、はい、ね、好きな人には大好物だけど、私は巻物しか好きじゃないのに、巻物はかんぴょう巻き頼みやがって。絶対カマキです。あれ、かんぴょうじゃないの？カマキです。かんぴょう巻きみたいな色だ。そうだね、まあそうだね。だからちょっと今日はあまり良くなかったと思うよ。たぶんね、醤油が入ってないことが腹立ってたんだと思います。いや、入ってたんだよ、実は。入ってたっていう。さあ、ジャガさん何飲んでんですか？レモンサワーだね、缶の。はい、濃いめのレモンサワーですね。うん、そんなわざわざ宣伝する。いや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 、すごいですよ、ジャガさん。僕が買ってあげてるのに一回か文句言うの、なんでですか？大体こういうジャガさんのタイトル戦もあした、ありますね、ありますね。私が今現在三冠王で、ダッSSPW のタッグ。いや、しつこい。じゃあ明日何のタイトルがあるの？明日オズ認定タッグと。しつこいからもう話が、ね、全部説明でちょっとうるさいな。
そんで明日はあのスレダブル、ちょっとうるさいから、スレダブル D のエリザベス選手権が明日ございます。そこでの防衛戦になります。いやだから誰とやるとかさ、何しらずの来てんのお楽しみだ。第何試合とかさあるじゃない。いや分かんないよ、セミファイナル、それも知らないの。セミファイナルだったと思います。5試合中の4試合目かな。あ、明日はタイトル戦、ジャガさんだけメインもタイトルだと思うよ。うん、多分ハルカとウナギじゃない。おっ、これはまた盛り上がるね。ねえ、何あんた人のタイトルいやまあ3WA のね、やっぱリアのタイトルのシングルですから、それは見応えあると思います。先生黙ってほしいです。そう、うるさいですよ本当。だからあんた、まあ、いるんだろやっぱり。ねえ、だからほら300人まであと3人。ああすごいですね。ああ1人減った4人。ねえすごいね。きのこさん、先生うざい、すごいね。ね、先生イライラです。いやいや、すいません、令和の虎見てください。絶対怒られますよ、ね、虎たちに。ねえ、虎たちってお前が虎だからって偉そうにすんじゃねえよ。してませんけども。さあ、ジャガーさんは肌がツルツルですが美顔器使ってますか。美顔器は使ってない。ツルツルですか。そうですかね。ねえ、うるせえなお前なんで怒ってるんですか。ねえ、せっかく褒めてくれたのに、ね、さあ、まあ話題としてね、実は先日、先週ですね、まあ、文春法が、を受けて、まあ、JJ はどんな思いをしたかっていう話をちょっとしたんですよ。そうしたんですよ、うん、でまあ JJ が、あ、先週出たっけ。そうそう、私が出なかったもんね。そうそうそう、その時のことを、まあ、思い出して語ってくれたんですけど、うん、まあ、JJ は多分相当被害があったと思います。あ、そうなの。いや、あったでしょ。だって3年間文春法以下以降、ああ当時ね、友達来ました。来ないですよ、家に遊びに来ないですよ。あ、今でも来ないですけど、それまではめちゃ来てましたよ、友達、中学校の。あ、そうなの。そういう話を、おっ、JJ 帰ってきた。よろしく。はいはい。まあそんなことがあったので、今日はね、ジャガーさんに、文春を受けた時のまあ奥さんの感じっていうかな、どんな感じだったとか、まあ多分あんまりジャガーさん変わらないと思いますけど、文春法、はい、あれとまたネタ違うか。はい、文春法です。文春法、ああパワハラのね、うん、2回やられてるからどっちかなと思っちゃった。はいはい、4回ですけどね。4回文春法、そんなに騒がしてるのよ、なんか。まあ基本的にですね、はい、まあ普段私が見ている木下を知っているので、うん、もちろんその元からその文春法の時のパワハラに勘違いされるような言動とかもあったと思いますし、だけどその前から僕はその下にいる人たちに指導をする時に、やっぱり医療のことは絶対間違ってはいけないから、訪問診療をやってる時だったので、下についている人が基礎的なことをやっぱ忘れてきたりするから、それに対してなだめて言ったり、まあどうにか褒めながらとか強く言ったりとか、いろいろやった結果、強く言うと彼はビシッとするっていう判断をしたので、常に強い口調で失敗をしてはいけないからって言って説明してるっていう話を聞いていたので、まずね、間違えてますね、そこはね。何、記憶が間違えてますね。常になんか言ってませんね、いろいろ試してるって言って。あ、そうそう、だから常にじゃない、いろんなことを試してる、そういうことがあったらっていうことだよ、うん、全然違いますね。いちいちあっても常に怒ってるわけではありません。だ、当たり前じゃん、誰だって今そういうふうに言いました、あなた。じゃあそういうことがあったら常にだよ。考えて、じゃあ考えているっていう、考えて常にではありません。もうじゃあもう説明しない、そういううるさいから。だから間違えてるから、それ、そしたらね、そのまま伝わるんですよ、あなた。私の言い方なのがいいじゃないかよ。事実じゃないから、それ。だからそれ、そうじゃなくて、家族はどうだったかって話してる。だからそういうことを聞いていたので、何とも思っていないです。それは。ああ、誤解をされるんだな、いろいろと思うだけで。いや、まあ大体私のことより、この人が、書かれることが多いので、あんたがここは招くようなことやるから、なんて文句は言いますけれど、でも、むやむやたらに怒るようなタイプではないので、怒るには、怒るというか、声を荒げるには荒げる理由があるんだろうとか、そういう、じゃあさ、僕の質問と全然違う答えですよ。いや、その時のことを言ってるんだよ、私。いや、その時のこと言ってくださいじゃなくて、何、現実に文春法にあった場合に、家族はどんなことが起こるんですかですよ。
それ全段階聞いてないですよね。芸人に何も起こんなかったですよ。だっていやいや、だからそういうことじゃなくて、キモ何それ。例えばもうジャガーさんもだ、質問と答えが違うもん。でもいいじゃん別に。よくないんです。話をしてても全然ダメなんです。いい、間違えてまたね、あなた役ニュースになりますよこれ。ならない。間違えて、間違えてない。そうじゃなくて、当時その文章が来て、例えば切れてる切れてる、それいいんですよ、ほっといて。仕事がどうだとか、そういう話ですよ。いや別に何も変わんない。家族へ、なんか近所からどうだとか、そういうことで、そういうことを言うんですよ。いや一個だけ、なんで質問の答え言わないの。いや別に、だ、あたりの感情でしょって。違います、僕の質問に返す答えですよ。どうでしたかじゃないんですよ、質問は。いや別に、あの、まあ仕事が一個断られたぐらいですかね。それ以外は別に家の中ではなんとも普通だったと思うので、まああまりなんかジャガさんってさ、なんかダメだね、質問に答える力が弱いね。例えばこういうことありましたよ。ジャガさんはね、相当気使ったね僕にね。それはわかりますよ。4年前の、僕の誕生日、家でずっと落ち込んでるか、ずっとこう家にいる僕を見かねて、友達とかいろんな人を招いてね、多分20人ぐらい招いてくれたかな。ジャガーさんが仕切って誕生日会をやってくれたんですよ。それ忘れてるでしょ、ジャガーさん。忘れてるわけないじゃん、自分が。じゃあなんで言わないの、そういうのを。どうでもいいことだからだよ。家族に何があったんですかね、当時を振り返る。読みなよ、あんたの悪口書いてあるから。いやいや、だからね、こいつがカットになると威圧的ですね。いや違うんです、これね、ちゃんとやらないとまた、ジャガーさん誤解されて、アンチコメントめちゃ来ますよ。ねえ、私にはあんまり来ないから。いや、来るんですよ。あなた、読んでないだけです。全然読んでないけど。めちゃ来てます。別にいいよ。だから、ちゃんと僕の質問に答えた方がいいですね。だって、ちゃんと言ってたって、あんたいっぱい来るんだからさ。何書いたって言われるんだから。いや、いいんですか。いや、じゃあ、どうぞ、お願いします。じゃあ、違うよ。これを見てる人は、ああ、それは誤解だったんだとか、ああ、ちょっと言い方間違えたんだとか、見てる人は思うじゃん。だけどそこの部分だけ切り取れば、すみませんけど、ヤフーニュースにコメントする人はこういうところ見てない人ですから。見てる人はみんな分かってるから。だから勝手に言わせればいいじゃん別に。いや僕はいいんですよ、 JJ もいいんですよ。私も別にジャガーさんはめちゃ気にします。ね、読まないから気にしないよ。読んでない。 JJ もどうですか。はい、ちょっと早々ね、イライラしてますけど、私もイライラしますからね、はい、あ、どうしたどうした。今日はいや、なんか、なんて言うのかな、もうちょっとなんて言うのかな、帰ってきました、とりあえず。はい、帰ってきました。そして、ね、バンダナをして、はい、そしてます、ヘアバンドして、まあ、今日じゃあ何やったか。はい、とりあえず、まあ、昨日の夜か、東京帰ってきました、うん、で、まあ、別に、まあ、これ言ってんのが体調悪いこと。あ、言ってます。言ってる人は、はい、です。そう、親父、結構な体調悪くて、なんか家にずっといたんですけど、はい、結構死ぬそうでしたね。うん、でそれでなんかわかんないけどさ、家族3人ともなぜか体調不良なんですね。いや私疲れて寝てただけだよ試合で。そうですか。ジャガーさんも先日はなんか鼻が出てなんとかで僕にしきりに言ってました、ね、鼻出てたね、うん、先週じゃないと思うけど。で私は、うん、先週雨降ってるじゃないですか、東京めちゃくちゃ、はいはい、あの時以降ちょっと若干大丈夫になりました、ええ、でそれでちょっと今ちょっと長引いて、まあ、ちょっと鼻が残ってて、あ、風邪、はい、風邪ですからね。なるほど。でそれでまず体調悪くて、で、はい、帰ってきたんですね。じゃあ今日は何があったか。はいはい、今日はニキビの治療に行ってまいりました。おぉー、治療に行ってまいったんですよ。マジマジマジ。いや、そこでまあ突っ込まないの、どんな治療したのとかね。どうだったの、何分ぐらいやったのって。まず、うん、大きく変わったことが1個あるんですよ。お、何か。はい、治療する場所が変わったんです。え、どういうこと。あのね、店っていうか店舗が変わったんですよ。え、新宿じゃない。新宿なんですけど、はい、いつも来た場所じゃなくて、はい、別の場所になって。あ、変わったの。はい、系列でしょ、もちろん。いや多分そうなんですよね、うん、なんかその提携結んだかちょっと分かんないんですけど、はい、まあ、そこで場所変わりました。今日初めて行ったんですよ、その方で、うんうん、で、まあ、やっぱその、新しくなってるなとか、なんかいろいろ思いまして、はいはい、機械とか、まあ、内装とか、受付とか、全然違うなって、うん、でも、まあ、スタッフの人は変わんないですから、うん、まあ、いつも通りにチェックインして、まあ、治療ってなんですけど、今日は何やったかっていうと、色味の治療と、クレーターの治療。おっと、はい、くぼみ。はい、色味の治療は IPL って言
うん、なんかその、なんていうの、光線を当てる、当てて、うん、まあ、それでまあちょっとね、色を直せるよっていうような治療を、うん、まあ、受けまして、で今回いつもよりちょっと光量が強いと言います、うんうん、ちょっと刺激が強いんですよ、はい、だんだん強くなっていくからね、うん、でそれで、やっぱね、ヒゲとかやっぱきつかった、ヒゲ痛いよね、ヒゲ痛いんです、ヒゲ痛いんだよね、一番痛いのは顎はまあなんとかなるんですけど、はい、あの口の周り、ね、鼻下は最強に痛い、めちゃくちゃ痛い、めちゃくちゃ痛いんです、うん、そうなんです、めちゃくちゃ痛いんです、これ実は本当にマジで、あのなんか輪ゴムとかじゃないんだよ、うんうん、なんか結構 BB 弾を鼻に打たれてる、そういう感じです、そういう感じです、そうそうそう、ピシッピシッってくるんですね、くるんですよ、でもなんかそれは効いてるなとか、うん、で、あの、じゃあ気になる、そのなんていうのかな、クルーターの治療なんですよ、クレタ、そう、うん、あの今までの元祖とかっていうのは、まあ、大体、うん、ダーマペンとか、そういうのやっぱ天気だと思う、ジャワさんちょっとお菓子ください、めんどくせえなんじゃない、はい、ダーマペンとか、そう、ダーマペンとかあるんですけど、はい、あのうちのいてるね、うん、あのクリニックの方はですね、あの注射をするんです、顔に、え、顔に、顔に、顔に針を刺す、針を刺して、あら、注射をして、うん、でそれがなんか結構最新技術みたいで、はいはい、だからその注射して良くなるみたいなのがあって、でそれが私今回、うん、あの2回目だったんですよ、おっと、じゃあそれどうなのかって話を実際しますね、うん、私はじゃあまず何するかって、まあ、結構基本的に結構麻酔で強めにやるんですけど、はい、まず顔に塗る麻酔を20分、うん、そして注射の中にも麻酔、はい、っていうのでやったんですよ、うん、でこめかみからここら辺までの全体ここを、うんうん、まあ片方面やって、だから何回か刺せるのか、100分ぐらい刺せるのか、うん、長いよね、全体ね、うん、ですごい集結するんですよ、はい、でそれでやっぱ効いてるなっていうのがあって、私はでも結構耐えれましたね、するような気持ちが、はいはい、大体何分ぐらい経つか、今日1時間半ぐらい、長いね、1時間ぐらいですね、やっぱり2つの治療やれたらそうなんですよ、うん、結構いきますね、うん、はいはい、次は1ヶ月後、そうなんですけど、あの、うん、私は予約しようと思ったその日なんか満了になってて日曜行けるわけにいかないんで、うん、3月の2日だったかな、うん、ああ、そうですか、ね、切れない、うん、はい、まあそのとこです、お、今日はまあ人気上行ってきたので機嫌が悪いですか、はい、いやなんかね、ここ最近体調悪いかね、ちょっとね、機嫌もちょっとなんかね、こう。わかるね。体調悪いと機嫌悪い。機嫌悪いよね。確かに。なんかあるよね。それあるね。そうそう。まあまあ、JJ 君のニキビ治療ね、まあ、今継続中だけど、前より良くなってたね。いや、どうですか、やっぱそれでも、うん、見てるみんなの方がわかるじゃん、やっぱそれ。うん。前はほとんど赤だったね。赤み取ってる、赤だね、赤みだいぶ取れちゃうね、いやーすごくいい感じですよ、で新しいね、よくあんま言われないですけど、うん、ニキビのあんまできにくくなってるんですよ、あ、ほうだね、確かにそれ骨入ってないの、パンパン、ちなみにサバの、味噌に食べてます、急になんか渋い感じですけど、どうしたんですか、食べたくないお前たちのファンはそれで一番最新の試合っていつなの、いつだった、最新ってディアナの道場、お、で誰、アミスタ